聞いてほしい。その TikTok で載せるのは、上げていくのは歴史のことについてだけなんですけど、踊ってみた系は、踊ってみた系もやって、その踊ってみた系はあのルームスとかにあげようと思ってます。めっちゃ良くないこの発想。でもその絶対統一しようと思ってイメージつけたいと思ったので、もう踊ってみた系は主流なんですけど、やって、そうそうなんです。お城で踊る、確かに。ネイル見せて。だからなんかおすすめのスポットあったら教えてください。天使で踊ってみた。そう、天守閣も入れるところは入れるんで、踊る勇気はないけど、姫路城も行きたいと思ってます。お城だけじゃなくて普通に、何やろ、島原とか行きたい。マニアックすぎる。茶室は行ってないですね。定期的に乗せていく感じ。え、そう、週一を目指してます。そのスポットで何本か動画を撮って、そう、週一頑張ります。頑張ってください。ありがとうございます。白物まねってなんすか。でもなんか編集アプリとかいるんだなって思ったら、 TikTok のアプリで全部できんねんな。めっちゃ、もうめっちゃなんかもう下手なんですけど、とりあえず見てください皆さん。ヒポニャンとコラボ、え、できるならめっちゃしたい。言ったらいいんかな、わからんけど。そう、一発目は説明なんで、ちょっとなんかはにゃって感じだと思うんですけど、二発目は実際に行ったんで、どんな感じなんか見れると思います。あ、でもなんかそう、あれらしいな、あ、言われました、朝日新聞さんの取材とかで。そう、山本さやかさん、え、モノマネは知らへんけど、なんか見てください。これは阿部アトナさんの生誕 T シャツです。私めちゃめちゃのレッスン着で行っちゃう癖はあるんですけど、これはトムとジェリーとかならちょっとなんか子供っぽいってなるけど、これやったらちょっとなんか大人っぽくないですか。大人っぽいって言ったなと。そんな電車に乗っててもなんか恥ずかしくない。めっちゃおしゃれな T シャツで、めっちゃ着やすい。この色がまずめっちゃ着やすいです。よし、なんかおしゃれ、めっちゃ売ってそう、お店に。私のパンダとは正反対の、なんかパンダもめっちゃ可愛いんですけど、めっちゃなんか普段に着やすい。スポーツ系かと思ってた。スポーツは陸上しかできない、陸上とチアしかできなくて、そう、チアやりたいんですけど、なんかできるところ少なくないですか。これは渡名さんにもらいました。天才です。YouTube と迷ったんですけど、 YouTube はその時間が長いじゃないですか、再生されにくいかなって思って。チアってダンスとリーディングどっち
どっちもやってましたけど、チアダンスは NNB のダンスとはなんかあんま違うと思う。リーディングはあれですね、上の方のポジションとか、上、人の上に乗ったりするやつです。バックテントができる、できないです。できる子の方は少なかった。チアでもできたらめっちゃいいよな。 YouTube は編集が大変と思う。確かにめっちゃマジで何もアプリ入れずにできたけど、なんかちょっとなんか全部初めてで、編集もだからちょっとなんかダサいかもしれん。ちょっとでもそれもどんどん上手くなっていくのも一つの楽しみ方みたいな。リフト機をミスったのは、私弥生を何回も持ち上げてるんですよ。弥生座さんで私は読んでいっぱい出てるんですけど、私一回も落としたことないはずなんですよ、弥生祝いでも。今日はですね、あの弥生の膝の汗と私の手汗はこう滑ってできませんでした。リサッヒが勉強になる感じの動画、なんか、なんか生きるところは実際に行ってみたいと思う。まあとりあえずね、見てください。あの友達とかにもフォローのお願いしていただけると非常に嬉しいです。めっちゃ携帯重いねんな、やばいねん。聞いたわ。そう、続けるつもりはつもりです。続けるつもりはつもり、なんかはい、そのスポットにつき 2,3 本動画を出せたらいいなって思うので感じです。なんかそれはバズるとかが目的なんかもしれないんですけど、最初は絶対に再生回数とかはいかないと思うんですけど、とりあえず続けて、なんかゆいなさんとかも最初からバズってたわけじゃないらしいので、ちゃんと地道にやります。リサが宣伝してくれる、ガチいい子すぎやろ。 TikTok 仲間ですね。めっちゃ携帯重いです、やばい。編集時間は何やろ、でも撮り直しめっちゃした。あのさ、アフレコさ一息で言えへんくて、自分一息で言えへんやんな、みんなも。その1分の動画をさ、そのなんかセリフのさ書いたさやつをさ一息で言えへん、私だけじゃないやんな絶対。一息で言えへんくてちょっとプツってるんですけど、ちょいちょいちょい変な間歩くないっていうところも多めに見てください。ちょっと徐々に上手くなっていきたいです。それはどんぐらいやったっけな、分からへんけど、とりあえずでも大阪城に実際に行って、もう夏や、真夏じゃないですか。でめっちゃ暑くて、外人さんもめっちゃフォロー、外人さんもめっちゃいらっしゃってて、そうめっちゃ暑かった、やばいってなって、で割となんか歩くんですよね、外のやつを見ようと思ったら、あー無理やんな、一息無理ですよね。ちょっとやったら撮って言うみたいな、撮って言うみたいな感じで、推し武将とか話とかありました。推しはずっと言ってるんですけど、徳川吉宗で、吉宗です。理由はなんかみんな家康とか家光に注目しがちだと思うんですけど、私はなんやかんや現在の生活があるのは吉宗のおかげだと思っていて、まあ目安箱とかね、なんか人のね意見を聞くのっていいと思うんですよ。でもできたらさくらちゃんの像もっとみたいな、違うんです。あのね、一発目なんで説明になっちゃってるんですけど、二発目はちゃんと私が言ってる写真とか動画を入れるつもりで、でもその私の写真とか入れてない理由は、そのアイドルっていうのをあんまり TikTok 内で出したくなくて、
なんていうの、ツイッターとかルームスとかモバメとかではいっぱい宣伝すると思うんですけど、 TikTok 内でアイドル感を出したくなくて、全然だからできるなら私はあんま登場しない方がいいかなって思ったりして、なんやろ、やっぱりなんかアイドルなんか分かるかな、そのなんかアイドル感を出して前面に出してしまえば、なんかなんやろ、その NNB のファンの人より外に広まらへんかなって思ったんですよ。ちょっと言ってる意味が意味わかんないと思うんですけど、やったり普通にアイドルの、いや皆さんにはもちろん見ていただきたいんですけど、なんかアカウント NNB ってついてるけど、なんていうん、それはそうなんですけど、踊ってみた系とかは全体やるつもりはなくて、その NNB そのアカウントの名前には入ってるんですけど、その動画内で NNB っていうのは言わないようにすると思いますなんで感じですね。ワタポンもホームショートやアイドルと知らなかった人多かったらしいよ。あのね、ちょっと、あ、そうなんやすごいコメント見たんですけど、そうブラタモリに出たい、ちょっとめちゃめちゃ目標はブラタモリです。アイドルの、まあでもそのせっかくアカウントを持ってたので踊ってみた系は撮るんですけど、それをルームスとかにあげてこのルームスの登録者数も増えたらいいなみたいな思ったりしたりするんですよね。めっちゃね、携帯重すぎまんなんですよ携帯重すぎまん。暑いね。スタンドはあるんですけどいいです ルームスはでもほんまになんていうの、ほんまにルームスの登録者数とか見れるんですけど、ほんまに自分が想像してるより多くの人が入ってくださってて嬉しいですね。本当に携帯何？ iPhone12 です。フォローしてください。ルームスは面白いと思う。めっちゃ本音言ってる。またね、ルームスの方も宣伝しよう。はい、13位奈良のあさぽんさんありがとうございました。12位ゆみちゃんありがとうございました。11位いっしーさんありがとうございました。10位オールドさんありがとうございました。9位チョコナさんありがとうございました。8位ノーネームさんありがとうございました。7位山達さんありがとうございました。6位ワンタンメンさんありがとうございました。5位ウーバーさんありがとうございました。4位ペンペンさんありがとうございました。3位日高浩二さんありがとうございました。2位友人さんありがとうございました。1位キジタさんありがとうございました。あ、なんかちょっとレッスン上見てください。めっちゃいいです渡辺さんの。これで写真撮りますね。はい、 TikTok 絶対にフォローしてください皆さん。週1で頑張ってあげたいと思います。ありがとうございます。